俺のクラスには女王がいる。まったく、どうしてあなたはいつもいつもそう暗いのかしら。彼女の名前は王のボタン、王の家という昔から続く名家のお嬢様らしく、俺の通っている学校にも多額の寄付をしていることから、先生たちでも彼女に頭が上がらないらしい。当然、教室にいるクラスメートも何も言えない。見た目は地味で、寝暗そうだし、知っていて？あなたみたいなのを世間では陰キャと呼ぶらしいわよ。そんなスクールカーストトップの女王からバカにされているのは、同じクラスの忍さん。クラスではあまり目立たず、行事ごとにも消極的で表に出ることはほとんどない。そんな彼女だからか、どうやら女王に目をつけられてしまったらしい。ちょっとボタンさん、そういうのを本人に向かって言うのよくないと思うけど。ちょっとちょっと、ガイアは黙ってなさいよ。そうよそうよ。あら、シバ君ごきげんよう。少し旧友とのおしゃべりに花を咲かせていただけのこと。それに対してそんなに目くじら立てる必要はないんじゃないかしら。単なるおしゃべりならね。でもそういう雰囲気でもなかったと思うけど。この男、ボタン様に意見するなんて。ボタン様、この男にボタン様の恐ろしさを分からせてやりましょう。うん、まあいいわ。え、ボタン様？あ、待ってくださいよ。まあ、大丈夫か？はい、大丈夫です。でも、どうしてわざわざ間に割って入ったんですか？そりゃ、仲のいい女子があんなこと言われてたら止めに入るのが普通でしょ。そう、俺と忍さんは仲が良かった。行きつけの本屋で偶然出会ったことをきっかけに本の話をするようになった。本の趣味が同じこともあり、すぐに仲良くなり、気づけば俺は穏やかで優しい雰囲気の忍さんのことが好きになっていた。あ、もしかして仲がいいと思ってるの俺だけだったり？そんな、私だって柴さんのこと仲のいいお友達だと思ってますよ。友達ね。それより忍さん、嫌だったらちゃんと嫌だって言わないと、ああいうのってどんどんエスカレートしていっちゃうんだよ。もし言いにくかったら、俺の方から今度言っておこうか。いえ、お構いなく、いつものことですから。だけど。大丈夫ですから。忍、帰るわよ。はい、ただいま参ります。それじゃあ柴さん、また明日。ああ。忍さんはボタンに呼ばれると慌てて教室を出て行ってしまった。なぜだかわからないが、よく二人は一緒にいる。単にいじめっ子といじめられっ子の関係じゃないのか？おい、おめえ毎度のことながらよくあの王のボタンに立てつけるよな。俺なんかあの人と喋るだけでもそれを言ってのに。本当お前って怖いもの知らずだよな。俺にだって怖いものくらいあるよ。え？例えば？告白とか。え、もしかしてあの地味なやつとか？だったら何か悪いかよ。マジでか。悪いわけじゃねえけど、何がいいんだ？地味だし、ネクラだし、陰キャだし。おい、悪い悪い。でもこれは俺だけじゃなくて、みんな思ってることだぜ。周りが何と言おうが、俺は忍さんが好きなんだ。そうだ、俺は忍さんが好きなんだ。いつまでも手をこまねいているわけにもいかない。よし、明日の放課後に告白しよう。そして俺は好きです。付き合ってください。ごめんなさい。見事に玉砕した。何がいけなかったんだろうな。正直に言うと、いけると思っていた。男子の中じゃ一番仲がいいはずだし、趣味も似ていて、てっきり忍さんも俺のこと好きなんじゃないかと、そう思っていた時期もあった。しかし結果はご覧の通り、振られた。しかも割と即答で。穴があったら入りたい。
穴がなくても掘って入りたい。でもよくよく考えたら、共通の趣味があるということ以外で俺はあまり忍さんのことを知らない。それが今回の敗因なのだろうか。はあ。聞いたわよ、柴くん。うわ、でもボタンさん、びっくりしたな。急に話しかけてこないでよ。そんなことより柴くん、忍に告白して振られたんですって？だったら何？振られた俺を笑いに来たわけ？はい。なぜ私がそのようなことをしないといけないの？え、じゃあなんで？そんなの決まってるじゃない！私はあなたを褒めに来たのよ！はい？忍に告白するなんて、あなたなかなか見る目があるわね！気に入ったわ！話が見えてこないんだけど、なんで俺が忍さんに告白したことでそんなに喜んでるの？いいでしょう。一から説明してあげるわ。でも一から話すことは他言無用でお願いするわ。一応学校では秘密にしていることでね。はあ。私の家がメーカーなのは知っているでしょ。実は忍の家は昔から代々私の家に仕えている忍びの家系なのよ。忍びってあの忍び？忍者とかくのいちとかいろいろ呼び方はあるけれど、その忍びよ。マジで本当なのか？本当よ。あの子は私の護衛という名目でこの学校に在籍しているの。だからあの子目立ちたくないみたいでね。地味な見た目でずっと過ごしているのよ。そうなんだ。でももったいないと思わない？あの子着飾ったらすんごい可愛いのよ。だから毎日ちょっとはおしゃれに気を使いなさいと言ってるのに、ちっとも着きゃしないの。なんか思ってたのと違う。はい？何がかしら？いや、ボタンさんって忍さんのことが嫌いで、それで毎日いじめてるのかとばかり。そんなわけないでしょ。私と忍は昔から仲がいいのだし。だからいつも一緒にいるのか。それじゃあいじめてると思ってたのはただの勘違い？当たり前でしょ。失礼な勘違いだわ。そう言われてもあれはいじめているようにしか見えなかったわけだが、しかしよくよく思い出すと、忍さんは俺に向かって一度も助けてくれてありがとうと言ったことがなかった。それはそもそも助けてもらうような状況じゃなかったということかもしれない。ってことは今まで俺は助けた気になってただけか。恥ずかしい。なんて勘違い野郎なんだ俺は。俺なんて売られて当然だ。なんだかよくわからないけれど、そんなに自分を責めるものじゃないわよ。勘は旧大。まあともかく、私はあなたをとても気に入ったわ。もしあなたがまだ忍のことを好きなら、その恋協力してあげてもいいわよ。協力って言っても俺振られたんだぞ。俺はきっと嫌われてるんだ。いい年して声出して泣かない。あの子は忍だから、きっと私には使命がとか、忍の私が恋愛なんてとか、そんな理由で振っただけだから嫌われてるってことはないはずよ。そうかな。だからまだ諦めるには早いわ。私としてもぜひ忍には幸せになってもらいたいの。だからあなたがその気なら全力で応援するわ。翌日。というわけで今日から一緒に行動することになったシバくんよ。シバです。誠心誠意正々堂々忍さんと恋人になれるよう頑張ります。何がどういうことなのでしょうか、ボタン様。そのままの意味よ。というか私が忍だって喋っちゃったんですか？困りますよ。忍は忍んでいるから忍なのに。いいじゃない、減るもんじゃないし。しかしですね、珍しい、忍さんがボタンさんに意見している。二
二人の時はこんな感じなんだろうか。もし忍さんが迷惑だって言うなら俺、潔く忍さんのこと諦めるし、忍びだってことも忘れるからさ。別に迷惑とは、むしろこんな私に告白までしていただけて嬉しかったです。じゃあなんで振ったのよ。それは私にはボタン様をお守りするという使命がありますし。そっか。それに私みたいな日陰者と恋人になったところでいいことなんて。よし悪しで忍さんに告白したわけじゃない。俺は忍さんが好きだから告白したんだ。それに日陰者とか自分を卑下するようなことを言わないでほしい。あれ、忍さんが丸太になった。忍びってマジだったんだ。まだ信じていなかったの？逃げたわね。でもグッジョブよ、シバ君。そんなこんなで、俺はボタンさんの計らいでお昼に二人で一緒にお弁当を食べることになった。忍さんっていつもこうやって昼食とってるんだ。そうですね、ボタン様が語学友とご飯を食べるときはこうやって陰ながらお守りしています。すごいな、忍さんは。別にこれが私の務めですので。あ、ひょっとして照れてる？照れてませんが。あれ、ボタン様はいずこへ？ボタンさんなら教室に戻っていったよ。私としたことが。その後も。忍、放課後はゲームセンターに行くわよ。とボタンさんが気を利かせてくれて、俺たちはゲームセンターで遊ぶことになった。おお、全部真ん中に。ええ、まあ忍びですので。そうして2人が並んで立っているととってもお似合いのカップルに見えるわ。あら、あからさまにしすぎたかしら。だろうね。飲み物を買ってまいります。ため息なんてどうかしたの？せっかく好きな女の子と放課後デートしているのだから、もっと喜びなさいな。と言われてもね、なんか俺、忍さんの仕事の邪魔してるなと思ってさ。それは、忍からはっきりと邪魔と言われたの？言われてはないけど。なら大丈夫よ。あの子も嫌がってるわけじゃないし、脈はあると思うわ。そう思う？ええ、でも付き合うには何かもう一押し必要かもしれないわね。それじゃあ私は車で帰るから、忍はシバ君とゆっくり歩いて帰ってきなさい。と言ってボタンさんは強引に俺たちを二人きりにして本当に車で帰ってしまった。帰っちゃったね。いえ、近くに車を止めて双眼鏡でこちらを見てます。へえ、そういうのわかるんだ。はい、忍びですので視線には敏感なんです。それってもしかして俺がよく忍さんのこと見てるのバレてたり？恥ずかしい。あのさ、一応はっきりしておきたいんだけど、忍さんって俺のことどう思ってるの？それは、もし俺のこと嫌いならすっぱり諦めるからさ。嫌いではないです。嫌いではない？好きです、好きですよ。好きですが何か問題ありますか？開き直った。シバさんはいつも私に優しくしてくれますし、それにシバさんとお話しするのは楽しいですし、そんな人を嫌いになんてなれるわけないじゃないですか。じゃあなんでダメなの？好きなのに振られたんじゃ納得できないよ俺。私にはボタン様をお守りするという大事な役目がありますし、それにシバさんは私なんかと付き合わない方がいいですよ。シバさんは私のことを日陰者じゃないって言ってくれましたけど、ボタン様に比べたら
私なんて道端の石ころです。そうです、私よりもボタン様の方がずっと素晴らしいお方です。私みたいな日陰者にも優しくしてくれて、それに、だから俺が好きなのは忍さんなんだってば。なんで忍さんがそんなに自分を卑下するのか知らないけど、そんなに自分のこと日陰者って言うなら俺がそこから連れ出すから。だから俺と付き合ってください。そうよ忍、あなたは日陰者なんかじゃないわ。ボタン様、さあ素直になりなさいな。あなたは本当はどうしたいの？私は少し考える時間をくれませんか？翌日、あれだけ押してもダメならもうダメかもな。なあ知ってるか、好きにウサギっていないんだぜ。おい、どうした、大丈夫か？お前マジでどうしちゃったんだ。はあ、帰りたいな、などと思っていると突然クラスが騒がしくなった。何事かと思っていると教室に見たこともない美少女が入ってきていた。その美少女は俺の顔を見ると俺の前まで歩いてきた。もしかして忍さん？はい。その瞬間クラスが騒然となった。え？忍ってあの？暗くて地味な陰キャ女！嘘だろ！あの、ボタン様にお願いしてイメチェンをしてもらいまして、どうでしょうか？可愛いよ、とても。私、今まで自分に自信が持てなかったんです。期待させて失望させたらどうしようって、それが怖くて芝さんの気持ちに応えられませんでした。そっか。でも少しだけ頑張ってみようと思います。応援してくれたボタン様や、こんな私を好きになってくれた芝さんのために、だから私と付き合ってください。もちろん。こうして俺と忍さんは付き合うことになった。当然周りから質問攻めにされたのは言うまでもない。おまけ、ママどうかしたの？最近忍がよく男に話しかけられてるんだ。昨日なんかナンパされたとか。忍なら大丈夫でしょ、忍だし。そっちの心配はしてない。忍俺より強いし、むしろ前ヤンキーに絡まれた時助けられたし。それは男としてどうなのかしら。わかってるよ、それくらい。俺が心配してるのは忍が他の男を好きになったりしないかってこと。それは大丈夫でしょ、だってあの子あなた一筋だし。そうですよ柴さん。いつから俺の背後に。ずっと忍んでました。全然気がつかなかった。忍びですので。それはともかく安心してください。今さら見た目が変わった程度で色目を使ってくるような人になびきませんから。でもさ、やっぱり心配なんだよ。それなら、はい。これで安心できましたか？あれま、気づかないうちに忍が大胆に。あれ？シーバさん？立ったまま気絶しています。サルベド猫の亜種が出るんですってよ。なんでも通りすがりに至極最高にハッピーエンドを投げつけてきて、それをキャッチすることができたら幸せな声ができると言われているんですわ。手に入れました。まあ忍、よかったわね、おめでとう。